梅焼きチャンネル。今日はなんと、今日はなんと東京タワーにやってまいりました。こちらをご覧ください。ほら、我々がすごい大きくなったから ね、すごい近い。私これ初めて見たんだけど、うん、こんなのあったんだね。ね、確かに。だけどこれは一応ミニチュア版で、本物はこれですよ。あ、雲が早い。ケンシロウが立ち上がる。おーっつって、はい、今日はレッドの警察に。警察なんだ。わかんないけど。M リーグコラボカフェがあるんだよね。そうなんですよ。そこで、あの黒沢さんだったりとか、内川さんだったりとか、ひなたんだったりとかの、モチーフにしたメニューが、オリジナルメニューが、オリジナルコラボメニューがある。そうなんですよ。はい、でそれが中林さんがプロデュースなの？中林家が発案して企画したんです。すごいね。通してすごいね。すごい。一気通貫とか全国ツアーとか、うんうん、何かしらの場所でこういうのやりませんかっ って実現できるような企画を作って、それが見事実現したと。すごい、はい、じゃそれを食べたいなと思いました。私楽しみ。お腹ペコペコ。早く食べたい。ご飯食べてないんでお腹ペコペコなんですけど、うん、でもその前に、はい、謎解きがあるんですよ。ああはい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 。なんでその謎解きも楽しみつつ、コラボカフェも堪能するというロケでございます。はい、頑張ります。頑張る。はい。謎解き頑張ろう。はい、ということで行ってみます。はい、ということで3階の、こちらレッド東京タワーの入り口にやってまいりました。すごいね。中入ります。あ、アキさんがいるよ。どうする？写真撮りな。アキさん、アキさん写真撮りな。一番最初に私がいます。林じゃん。林。こんな感じ。すごい、何も思ってない顔してるね。うん、笑顔ですね。もうちょっといい顔すればよかったね。そう、大丈夫だよ。かわいいかわいい。でもいっぱい撮ってるから。うん。等身大ですか？等身大じゃない？あ、ちょっとちっちゃいか？ちょっとちっちゃいね。ほぼ、ほぼほぼ、ほぼほぼ、ほぼ原寸大。ほぼ原寸大。うん、何よりです。今年のユニフォームだ。あ、しかもシールじゃなくて。本当だ。なんかちょっとあれ、レプリカだからじゃないかな。なるほどね。これすごいよ、全チームね。すごい。なんか去年もあったけどさ、なんか上りみたいなやつ、なんていうのこれ、タペストリーか。タペストリーではなくなったってことじゃないのかな。これ売ってるのかな。すごい偉そうなやつね。私がめちゃくちゃ決め顔のやつね。足短い足一生懸命組んでるやつね。足組んでくださいって言われて、うん、ええって言いながら。すみさんにすごいよっかかってるやつよね。でもさ、なんか、うん、その件の足の組み方はやっぱりちょっと納得がいかないんだけど。ね、ケンちゃんはね、パンチラマジで気をつけたって感じ。うん、はこういった感じで各チームの、うん、似顔絵に、これサイン入ってるってことは来たってことなのかな。あ、じゃあ PV でもう来た人が、なるほどね。で、大体ほら2人が来るから。あ、本当だね。うん、あ、じゃあ我々も明後日来るから、明後日に書くんだよ。今お願いします。あ、今、あ、はい、いいの、いいの、書いちゃうよ。 IQ220 って書く。ダメだよ。それじゃあパクリになっちゃうじゃん。生サイン入れますよ。ちゃんとドラは恋人って書いておこう。ドラは恋人一層って書いておく。ウッソンって書けよ。ダメだよ、はい、すごいね。本当にユニフォームさ、細かいところまでさ、山ちゃんが一生懸命デザインしたところがちゃんと反映されてる。ふみさんは和を持って尊しとなす、うん、書いた。はい、はい、よいしょ。こんな感じでチームごとに分かれてまして、フリーカダンコーナーここですね。あれ、エンゴパーカーじゃなくない？これ EX って書いてあるから、あれだね、普通の M リーグのパーカーで EX フリッカーなんだ。フリッカーさんのパーカーはははで、なるほどね。インナー着てるかどうかのさ、差もあるよ。ほんとだー。ごいっす。麻雀ハイキーホルダー、まあ、イニシエからあるやつね。じゃあ、トコチョ引こう。トコチョ引く？トコチョ引く。え、自分を引きに行くんじゃないの、これ。いや、トコチョ、まあ、残ってるかどうかわかんないけど、うん、トコチョかルミさん、トコチョかルミさん、これは。いやもしかしたらワンチャンアキさんかもしれない。私はしてないから。私かルミさんだな。私かルミさんがいいな。
何が出てくるか分かんないよっていう。怖い。でも一応あれじゃないの、これ3分の1、36をさ、あの何3種類に分けて、3グループに分けてか。じゃあ我々、うん、じゃあルミさんの欲しいってなったら A グループから、そうそう A グループ全部これ買ったら多分12分の1ってことだね。2個か3個か分かんないけど、この子にする。アキさんかルミさん、アキさんかルミさんを引きに行く。私これショウちゃんのような気がする。これだ、はい、ショウちゃんかさやかのような気がする。ありがとうございます。誰が出るかな、これが私、誰が出るかな、ボックスカードつきますので。おお、でれれ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 、マリコがいい、マリコがいい、マリコがいい。これはどうする、今めくる、うん、めくりな、せーの、じゃん、誰、すごい、あーとか言うなよ誰、すごい、あーとか言うなよ怖い、なんか因縁を感じる。何かアキさんに引いてもらったって、だって喜んでそうだもん。パッシブカーでございました。頑張っていきますよ、はい、せーの、はい、早っ、誰、ユーミだった。おお、すごい。言ったじゃん。ほら、アキさんもそれ、それもユーミだったらあれだよ、奇跡だよ。の。さやか。かやもりじゃないか。さやかじゃない。惜しいじゃん。さやかって言ってたのに。やっぱあそこでさ、ちょっとバラしちゃった、バラけちゃったね。本当はルミさんがこっちだったんじゃないね。すごくない？じゃあマージャンパイキーホルダーの方に行きます。これはだからアキさんの方だから、これがアキさんなんじゃないか。もしかして。私は私がルミさんだよ。うんうん、こうだね、こうだね、はい、はい、せーの、はい、はい、ほら見えない、ねえ、しょうちゃん、ちょっともう見えない、ユーミじゃないか、ユーミじゃないか、ユーミじゃないか、ユーミだよ、ボタン、ユーミ、ボタンでしたやっぱこれさ、本当に逆だったんじゃないね。まあいいや、はい、ほらほら、しょうちゃん、はい、ということで1階のコラボカフェにやってまいりました、はい、こちらにね、フードメニューがあるんですけれども、この期間はこのメニュー出してますよみたいな感じで、期間ごとに、うん、出してるメニューが違うと、違うと2種類ずつ、今は、これですね、内川幸太郎のシャートケーキシャートケーキ、そして黒沢咲のセレブランチ、セレブランチ、はい、なんか因縁を感じるね、多分わざとなんじゃないかな。そうだよね、多分ね、だってシャートケーキにしてる、うんうんうん、なんで今日はこの2つをいただきたいと思います、はい、楽しみ楽しみ。こちら小三元ですね、はい、小三元で、こちらタピオカ、はい、こちら南蛮コースター2枚のお渡し、 ありがとうございます。どっちがヤキさん、どっちが、はい、せーの、はい、あれ、あ、アキさん、ヘタピーデイゴさんでした。これアキさんじゃない、ね、これだったわ、アキさんたら2分の1だったのに。コナミと桜で乾杯。これやっぱ混ぜて飲むものなんかな、綺麗に分かれているけど、これは混ぜますね。あー、コナミが、あー、混ぜたら何色になるのそれ、ドドメ色じゃない、ドドメ色、ね、コナミをドドメ色にしてやったぜ。ルミさんは混ぜて桜色にしました。なんかコーラカルピスみたいな色になった。本当だ、混ぜない方が綺麗だよね。でも味はきっと混ぜた方が美味しいと思う。うん、いちごミルクいちごミルクのタピオカ。小三元混ぜたらこんな色になりました。すごいね、あの今多分コナミファンが激怒してるよ何してくれてんのって。混ぜるやろ、だってうち茶色いけど美味しい、よかったね、うん、あの主にカルピスお、来たんじゃないか。お待たせしました、はい、こちらシャートケーキです。おい、すごい、はい、ウーピンだ、赤ウーピンだ、シャーなのに、はい、こちらセレブランチでございます、はい、すごい美味しそう、すごい、こちら3200円のセレブランチとなっておりますはい、ね、あ、ありがとうございます。はい、こちらランダムでお二つですので、どうぞ。こっち。ルミさんも36分の1引けるかな。はい。せーの、はい。あれ？あ、
これドラ1じゃない、私のドラ1、かつて私のドラ1だった男、太郎ちゃん鈴木太郎、松ヶ瀬さんです。なんだよ、風林火山の4分の1なのに。あ、ご飯もついてるんだね、これは、うん、なるほど。あ、ランチとデザートか。いただきます。いただきます。あ、うん、ポテトはね、美味しいマッシュポテトだね。ポテトはポテト、うん、でもバターが効いてる、すごい美味しい。持って帰るのかな。持って帰るのかもね。うん、美味しい。大人のステーキソースだね。うん、柔らかくって美味しい。いただきます。美味しいね。あ、美味しいね。美味しい。これは贅沢なランチだぜ。すごいね、桜色の、これなんだろう、伝部かな、桜伝部かな。スポンジじゃないかな。じゃあこのピンク色の粉だよ。桜伝部なわけねえじゃねえかよ。マンゴー、このシャーをいただこうかな。縁起が良さそうなんで。縁起。ラクさんはちょっとクリームが少なめな。うん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 。すごい。クリームが結構こってりしてる。ショートケーキをいただきます。違う、じゃあ、ラクさん、シャートケーキ。シャートケーキをいただきます。はい、美味しい。キウイとストロベリージャムかな。生クリームはなんかあれだね、なんかの味がついてるね。うん、あ、これはあれだね、上のあれのクランベリーかな、なんか酸っぱいベリー系だね、うん、あ、美味しい美味しい。あれ食べやすい。なんかそこはかとなく桜の香りがするんだけど。あ、しまった。シャーを先に食べればよかった。いただきます。桜伝部じゃないか、やっぱり。シャーを、うん、一口で噛み砕いてやりなよ。いただきます。これであきさんも、美味しいよかったね。これでライデンと桜をやっつけていいんじゃないか。今後折り返しを超えて戦えるんじゃないか。まとめベタか。何もある、何カレーあるよ。これ食べたかった、ね、二刀流何カレー。いや、でもまた二刀流ってこうやって食べるってこと、何を、何とカレーをこうやって食べるってこと。そういうことなのかな。分かんない。ちょっと分かんないけど、多分今後出てくる、今後食べられるメニューもあるので、うん、ぜひ皆さんこちらのカフェでコラボメニューを食べてみてください。はい、アキさん、はい、大変、あの、Mリーグ謎解き、チームごと、Mリーグ謎解き、チームごとっぽい。あ、そうなの。謎解き、旧チームからお選びいただけます。どうする。いや、それは、うちがやるでしょう。そっか、じゃあ、EX 風林火山でお願いします。はい、はい、始まりましたら、右上にあるチャットアプリ、QR コード読み取っていただきますと、うん、このような画像が出てきまして、うん、このチーム、風林火山選んでいただくと、うん、問題文が出てきます、うん。はい、ということで、はい、謎解きの、Q チームから選べるということで、うんうん、もちろん我々は EX 風林火山の、わかるかな、あの内容がまず全くわかんないから、うん、わかんない、あの我々でも解けるような問題だったらいいなと思いつつ、うん、ね、うん、これ中にね、あの問題が書いてあるんですよ。で、そこに、チャットアプリ、これかな、謎解き専用チャットアプリっていうのをダウンロードしてもらって、スマホで、問題を解いて、ここに書いて、最後提出すると、まあ、得点がもらえる、クリア得点がもらえるということなので、これ早速やっていきたいと思います。はい、あのクリアできなかったら帰れません。こんな感じですね。読み込むと、こういう画面が出てきて、でここから、選ぶと。で、さっき買ったパンプの、
EX 風鈴火山を押すとこう出てくると。はい、それでは用意スタート。クエスチョン、クエスチョン、クエスチョン3アンサーをチャットに入力して、はい、ということで、はい、謎解きも謎解き解けた、無事終わりました。ゆりさんは優勝しました。バババババで、優勝したらこれがもらえました。優勝得点、優勝得点クリアファイル。あきさんはタイムアップでギブアップしました。知識ももちろん必要かもしれないけど、うん、ほぼひらめきかな、うん、8割ひらめきかなと思ってる中で、うん、秋さんの脳は今日はひらめかなかった。今日はお休みしてた秋さん。今日はちょっとね、うんうん、なんかね、朝からちょっと様子おかしいなと思ってたんだけど、全然活かされなかったけど、うん、ここね、1月の28までやってるんだけど、うん、謎解きもちろん他のチームの分もあるし、他のチームはもしかしたら問題が違うんじゃないかと思っているんだけれども、基本的にはこのパンフレットを買ってもらって、うん、QR コードで読み込んでもらって、うん、謎を解いて、この得点をもらうっていう遊びなので、うん、みんな大好きかよちゃんもほら、はい、デビュー、ぜひこちらの謎解きも挑戦しつつ、はい、下のコラボカフェで、ご飯を食べたりジュースを飲んだりカクテルもあるんで、こちらの方を堪能してもらって、はい、1日満喫できる施設だと思いますので、ぜひ皆さん楽しんでいってくれたらと思います。こちら開催期間が11月24日から1月28日までありまして、ここはまあちょっと特設ステージになってるんですけれども、各チームの応援パブリックビューイングとかもここでやってるので、まだまだ多分今から開催するところでチケット取れるところとかもあったりすると思うので、ぜひ皆さんチケットを取って遊びに来てください。遊びに来ていただけたらと思います、うん、コラボグッズなどなどもたくさん売ってるので、ぜひお買い求めいただけたらと思います。ここでしかないものもいっぱいあると思う。いっぱいあると思う、うん、こういった感じのこのテイストのイラストは、うん、私見た感じ初めてな。そうね、レッドだけっぽいもんね、うん、今回、うん、なのでもちろんその、9チーム36人全員分の似顔絵もあるんで、うん、なんで推しチームのね、グッズとかもぜひ買ってもらえたらと思います、うん、ということで、はい、以上です、はい、以上。